ネットラレ男のラブバカンスは2008年に公開されたアメリカ合衆国のコメディ映画。日本では男たちの恋愛強化月間というテーマにより部計画の名中難ノックトアップとの日本立てで公開された女優の恋人さらに突然振られてしまった二流作曲家のピーター。彼はハワイへ昇進旅行に向かうが なんと同じホテルでサラと出くわしてしまう。しかも彼女は新しい恋人である、おバカ前回のロックミュージシャン、アルダス・スノーとラブラブ状態。ますます落ち込むピーターだが、セクシーなフロント係のレイチェルに優しくされ、少しずつ心が癒されていく。ところが、レイチェルと一夜を共にした翌朝、サラとアルダスの破局が発覚サラを慰めようと部屋を訪ねたピーターは、 昇進の彼女に誘惑されてしまい、元カノが仕掛けてくるお口の放仕攻撃に心も体も乱れまくる。ピーター、一体どうする ?2010 年にラッセルブランドとジョナ・ヒル共演のスピンオフ映画伝説のロックスター再生計画が公開された。ブランドは本作と同じくアルダス・スノー役であるが、ヒルは新キャラクターのアーロン・グリーンを演じる。 ありがとうございます。